このゲームを始める前にお願いがあります。は？なんだ？このゲームは音が重要な場面が複数存在します。イヤホンやヘッドホンのご使用を推奨します。怖いよそれだけで。まあイヤホンしてるんですけどね、いつも実況するときは。プレイ中に起こった負傷こういうのと、こういうの怖いよね。一番当社は一切責任を負うことはできません。はい、わかりました。うん、精神健康状態に不安のある方はこのゲームのプレイをお控えください。やってきました、夜回り3体験版ですね。どうも皆様こんにちは、和也と申します。本日はこちらの夜回り3の体験版をやっていきたいと思います。ね、このゲームね、なんかね、実況をずっとしたかったんだけど、あのね、実況ダメだったんだよね、ちょっと前まで。で、なんか最近ちらほら動画が上がってて、できるの？って思ってもう一回調べに行ったら、収益化にしなければできるらしいです。ということで収益化切ってやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よし、始める。音びっくりした思ったより音でかくてびっくりしたんだけど。へえ、見た目の入力してください。見た目変えれるんだ。ちなみに今までのね、夜回りシリーズは実はやったことがなくて、ずっとやりたいなーって思ってて、3が出たからやってみようって感じなんだけど。あー、いろいろあるね。これなんか中二病みたいだね。あ、全体見渡せる。どうしようかな。よし、これでいいかな。うん、これでいいかもしれない。行きましょう。俺好みの女やで。あ、名前、ゆず。いや、まあこれは変えずに行こうかな。これは、私だ、僕だ。あ、男か女かも決めれるんだ。じゃあ僕だにしようかな。これはわしや。これがほんまもんのわしの姿。どこ？急に、どこですかここ？学校とかかな。うん、ゆず、こっちこっち。なや、なやお前。うん、すぐ行くよ。誰？友達かな？うわー、なんか怖いなー。初めてやるけど、結構なんか雰囲気あるね。ん？ R を押しながら移動で走る。あ、これは体力が必要なんだ。はい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 。じゃあ何かから逃げるってこともあるのかもしれないね。本当に俺夜回りやったことないんだよね。L ボタンを押しながら移動で平行移動。これなんだろう？見ながらじゃないと追っかけてくるみたいな特技あんのかな？目を合わせてる間は来ないみたいな、テレサみたいなさ。早く行かないと。どこ行ったの？こっちじゃないの？こっちか。さっきの人、早く行かないと。どこに？どこ行けばいいんだ？早くって言ってもさ。こっちとか、あ、いけるのか。さっきの、待ってよ。視界内に何かがあると、頭の上にハテナマークが表示されます。アクションできるオブジェクトの前では、びっくりアイコンが表示されます。びっくりアイコンが表示されてる間、A ボタンで対象にアクションが起こせます。はい。待ってたよ、イズ。こっち来て。フォントが非常に見づらいですな。お、もう一人いる。やあ君、こんな夜中にどうしたんだい？僕とお茶しようよ。ゆず遅いよ。ごめんね。ごめん、あ、一緒だった。あれだな、もう俺はゆずちゃんになってるのかもしれないね。でも僕だって言ってたから男なんだよね。もう俺はゆず、俺はゆず、俺はゆず。どうも、ゆずです。ごめんね。うざいな。ちょっと怖くて。怖いよな。私もやっぱり入るのやめない？何言ってんの、ここまで来たんやって。大丈夫だって。そうだよ、ここまで来たんやで。それよりさ、うん、この窓結構高いから、はしごが必要だね。そうだね、めちゃくちゃでかいね。
3メートルぐらいない？その窓。あんたらの身長から考えたら。小学生とかなのかな？ちっちゃいから。確か、うさぎ小屋の方にはしごがあったよね。僕、取ってくるよ。一人で大丈夫？え、ついてきてくんない？やだ！三人で行けば怖くないじゃん。なんで一人で行くんだよ。うん、大丈夫。行ってくる。とか言いつつ、本当は来てほしいんだよ、俺。ねえ。ねえ、君。ねえ、本当に来ないの？お前ら。ねえ、来ない？本当に。はしごは確か、うさぎ小屋らへんにいつも置いてあったよ。僕、夜の学校に忍び込むなんて、すんごくワクワクするなぁ。あの噂通り、怪奇現象が起きるのかな。うわ、なんかそういう噂もあるんだな。もうお前ら見ながら行こうか。お前ら見ながら闇に溶けていこうか。いや、行ってやるよ、もう。一人で行かせやがって。三人で行った方が絶対怖くないじゃん。早く行かないと、どこ？ウサギ小屋。地図とかないのか。ウサギ小屋どこにあるんだ？ウサギ小屋。こっちかな？暗すぎるだろう。せめて懐中電灯くれ。何？ちょっと待って。一緒に来る気になった？よし、ほらこれ。あ、懐中電灯くれる？あれ？そういうわけじゃなかった。何渡された？シリコ玉？懐中電灯だよ。暗いから持っていって。いいの？ほら、つけてみなよ。マイナスボタン。おお、明るっ！おめえのより明るいぞ、これ。おめえのよりも最新型だな。なんでこれ最初から使わなかったの、君。ありがとう。ちょっと怖くなくなったよ。僕ら、入る準備整えておくよ。整えておくってさ、別にはしごあったらもうすぐ入れる状態でしょ？なんかすることあんの？イチャイチャすんのか、お前ら。俺のことほっぽってイチャイチャすんのか、お前ら。許さんぞ、俺は！イチャイチャするとは許さんぞ！お父さん、そんな子に育てた覚えありません。うん、行ってくれ。なんで一人で行かなきゃダメなんだよ、俺は。こういう役割はいつも俺だ。やだよ、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 やだよ。はい、怖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 い。待って、今、風の音がすごかった。怖いけど走る。うわぁ！あ、びっくりした。びっくりした。ね。ああ、麦。麦、どうしてここに？引かれんなよ、お前。お腹が空いてついてきちゃったのかな？自分の家の猫か。麦、あ、そうだ。麦のおやつ持ってたはず。持ってんの？いつも持ち歩いてんのか。どうすんの？X で使うアイテム。魚。Y ボタンで塩。ほら！受け取れ、グミン。グミンが食っとるわ。俺はな、犬派なんだよ。猫風情が。おとなしくお家に帰ってくれるといいんだけど。嫌われそう。猫派の人に嫌われそう。いやー、てかね、もう、ここまで見てくれた人はわかると思うんだけど、俺めちゃくちゃうるせえからな。鼓膜注意だぜ。A をボタンを押し続けて持っていく。暗いよー！走れないの。アイテム持ってるときは走れないんだ。なんか来そう。何の音？わあ！何？お腹鳴った。お腹鳴った。今、何か変な音が。早く戻ろう。怖すぎ！何の音だよ！懐中電灯口に加えよ。ねえ、外国人とかよく口に加えてるとこ見るよ。ああ、持ってきたぞ！ユズ、お帰り。
持ってきたぞ。お前らのためにな。よし。ありがとう、ゆず。デートしてくれるじゃん。ねえ、学校のあの噂、本当なのかな？明るい、お前ら。三人のライトが集結したらめちゃくちゃ明るいぞ、お前ら。それを確かめに来たんじゃん。ひらがな読みづらいよ。よし、入ろうぜ。うわー、怖っ。よく来んな。夜中の学校なんて絶対行きたくないんだけど。雰囲気あるな。うわ。さすがにちょっと怖いね。ちょっとじゃなくてめちゃくちゃ怖いんだけど。ねえ、本当にお化けに出会ったらどうする？友達になってもらおうぜ。大丈夫だって。ゆず、途中で置いていったりしないでね。それはこっちのセリフなんですけれども。うん、わかった。多分ね、わかった、多分わかった。約束だよ。なんか声聞こえるな。うんうんって聞こえる。何の音だよ。よし、行こうぜ。おい、もう帰ろうぜ。あ、待って、なんで一人で行くんだよ、お前。一緒に行こうって言ったばっかじゃねえか、お前ら。何の音？うわぁ、先行って。先行って、先。クソ、この女。俺に先行かす気やな。なんかあったら俺を身代わりにする気やな。そうはさせんぞ。そうやわ、トンガはおろさら、何何言おうとしてんの？恐怖で意味わかんないし、足痺れたし、行って。もううるさいね、俺。ごめんね、みんな。二人とも、これ見てよ。何それ？何これ？ん？星のアイコンが表示されてる間は A ボタンでアイテムを拾うことができます。はい。古そうな五円玉が落ちてる。いや、拾った金って縁起悪いぞー。それ、なんか変な汚れついてない？ちょっと不気味だよな。なんでこんなところに。何の音だよ、さっきから。なんでお前らはその音に反応しないの？もしかしてこれ、学校の噂に関係あるのかも。そうかもしれないね。よし、まずは一つ目の噂を確かめに行こう。だから先行くなって。私たちも行こう。あいつ死ぬな、絶対。うん。待て、あ、なに？なんか、ハテナ出たよね。これか。掲示板に張り紙が貼ってある。知らない人を学校に入れないように。って書いてある。そんな入れないわ。知らない人に。学校に入れるか入れないかってそんな書く？知らない人にはついていかないようにしましょうとかじゃないんだね。入れないようにしようなんだ。侵入を促さないようにしようってこと？過去にそういうことがあったの。なに？体力がないのか。だから汗が出たんだ。どこまで行ったんだ、あいつ。まず最初の噂ってやつ教えてくれない？どういう噂あんの？この学校。ん？どうしたの？は？おい。ああ、びっくりした。いや、なんかいた気がして。え？やっぱり帰ろうよ。ダメだよ。噂を全部確かめなきゃ。なんでそんなに使命感持ってんだよ。なんかあったからじゃ遅いんだぞ、お前。その噂って？一つ目の噂によるとね、理科室の骸骨が動くんだって。理科室に骸骨あったこと、なんだ？そんなことを確かめに行くの？骸骨は目を閉じているときは動くらしい。
目を閉じている時だけ動くらしい。ああ、なるほどね。俺らがってことか。だから怖くても絶対に目を閉じちゃダメだよ。それで平行移動が必要なのか。さあ行こう。テレサやな。テレサ骸骨やな。うわ、一番後ろに女の子。危なそう。あ、大丈夫だった。いやー、骸骨、理科室に骸骨なんかあったみんな。こっちだよ。会ったことないんだけど、よく、アニメとかでさ、骸骨とかさ、標本が動くみたいなのあるけどさ、そんなん、うちの学校なかったわ。標本もなかったし、骸骨みたいなのもなかったし。どこ行った？こっちか。ちょっと、三人で行動しようよ。理科室はこっちだよ。待ってー。な、風呂でも入っとんか？風呂でも入っとんかみたいな音するけど、風呂の音すんで。うわぁ、理科室とか余計怖えじゃん。理科室の蛇口の水ってめちゃくちゃ勢い強いよね。おい、二人とも、こっちこっち。すげえうるせえ。誰だ。しかも結構リアルな骸骨だな。動くって、この骸骨のことかな。そうでしょ。ねえ、ゆず、目閉じてみてよ。いや、三人で目閉じないと無理なんだろ。え、なんで俺だよ、しかも。僕が動くかどうか見てるからさ。本当に動いたらどうするの？いや、三人とも目閉じないと動かないだろ。試さないと噂が本当かわからないじゃん。ねえ、ゆず、お願い、しばらく目閉じてて。お前が閉じろ。そして永遠に目覚めるな。わかったよ。なんでそんな逃げんねん。本当に動いたら嫌だから、私離れて見てるね。僕もそうしよう。あ、これやばいんじゃないか。じゃあいいよって言うまで目閉じててね。あ、わかったよ。これ目閉じるボタンとかあるのか。LZ、同時に押してる間目を閉じる。じゃ、見ちゃいけないやつもいるのかもしれない。閉じる。怖っ。あ、ちょっと見えるね。薄目開けてるよね、絶対。ゆず、ちょっと目開けてるよね。もう開けていいよ。ウェーイ。特に変わんないよね。動いてた？全然？まあそうだろうな。動かなかったよ。これ三人とも帰るときに動くんじゃないか？よかった。噂は嘘だ、ね、噂は嘘だったんだ。さ。次の噂は本当かもよ。行こうよ。三人とも目を離した瞬間、骸骨が動くと、俺は予想してるよ。私たちも行こうか。行こう。てかね、こんな噂よりもさ、あの、バサバサ言ってる音をなんとかした方がいいんじゃないですか？行くぞ。結構広いな、教室。どこ行った？待って、ゆず。あれ？なんだ？あ？あんなの落ちてたっけ？もう明るすぎて見えねえ。こんなもの、さっきまであったっけ？ノートの切れ端が落ちてる。何かが書いてあるよ。なんや？読んでみよう。学校の七不思議って聞いたことある？対処法を知っとかないと、お化けに会った時に殺されちゃうんだってさ。まあ、よくある噂だよね、そういうのが。うちの学校にも七不思議ってあるの？僕にも教えてよ。なんで、それで会話してたの？授業中とかにやってたのかな？一つ目の噂はね、真夜中に学校にいると、のっぺらぼうの大男に首を切り裂かれるんだって。それって本当なの？で、あったらどうすればいいの？どこかに逃げる、どこかに逃げ込むしかないね。ごめん、見づらかった。
うん。これ、交換日記かな。誰かがいたんだろう。あ、来た。どうしたの？早く来てよ。お前が先に行き過ぎなんだよ。うん。ねえ、あいつのこと放って俺らで帰ろうぜ。へへ、俺らで帰っちゃうぜ。うん。ダメですよね。行こう。待ってー。どこだ？上かな？ユズ、早く行こう。あ、こっちじゃないのね。いや、どこに行けばいいか教えてくれないですか？いた。赤くね？どうした？次の朝確かめてみよう。こっちだよ。待って、これ、俺がさ、女を選択してたら、あいつ、ハーレムになってたな。それはそれでなんかムカつくけど。あ、置いてかないでよ。麦？麦？かわいい。麦、入ってきちゃったの？あ、麦、待って！うわー、これ離ればな、あ、ならないかな。ゆず？うん。ゆず？どうしたの？うちの猫がついてきちゃったの。え？って猫？猫なんてどこに？もうあっち行っちゃったよ。麦、追いかけなきゃ。答えてあげな。え、ゆず？バイバーイ。うわー、離れ離れになっちゃう。麦行っちゃダメだよ。うわあ、余計なことしやがって、麦。麦。なんで逃げんねや。なんで逃げんねん。おいたんが犬はや言うたからか。俺が犬はや言うたから、お前はそういう感じの態度取っとんか。猫も好きやで、ちゃんと。麦？どこ？どこ行っちゃったんだろう。どこ行ったの？早く見つけなきゃ。見つけなきゃ。何あれ？何あれ？急に来た。待て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 、急、ちょっと待て、ゲージ減るの早すぎね。何あれ？スレンダーマンみたいな。ここか。違う、これだ。こんなところに張り紙かかって、それ今見てる場合じゃないだろ。お金、お菓子などを学校に持ち込まない。没収して親に直接返却します。って書いてある。いやいや、そんなことやってる場合じゃないだろ。やばい、体力がない。待って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 。オッケー。うわ、ちっ、おいー、わあ、真っ暗。何あれ、なんで目つぶってんの？いっちゃんダメだよ、目つぶっちゃ。いっちゃん目つぶっちゃダメだよ。やばい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 。早く逃げようぜ。あ、でもあれがスレンダーマンだとしたら見ない方がいいのか。うん、心臓ドッキンドッキン、ドッキンドッキンだよ。あ？何も操作できないよ。どっか行った？見なきゃよかったのか。急すぎひん？焦るわ。今のは、一体、もしかして、もののお化け？急いで麦を見つけなきゃ。麦。なんでそんなことすんだよ。あれ麦じゃないよね。あれなんで？なんか噂とは全く関係ないものが出てきたね。いや、ちょっとずっと走り続けることができなかったね。なんかやっぱ追われてる時は体力ゲージがすぐ減るんだ。なんだこれ、学校の地図。なんで血ついてんだよ。
その血がついてたとこに行くんじゃないか？開けらんない。いやー、怖っ。ちょ、びっくりした。めっちゃびっくりしたんだけど。こっちにいんのかな？待て、なんか音がする。何あれ。行かない方がいいってこと？待て、これセーブとかできないもんね。いや、行けないよなこれ。いや無理だな、多すぎ多すぎ。こっちは行けないのかもしれない。なんだあれ、居すぎじゃない？どこ行けばいいんだ？上行ってみるか。3階かな。なんだ、声聞こえる。何の声だ？あ、光ってる。なんだなんだ、何これ。石かな。石っぽいね。これで引きつけろって感じかな、音で。待ってよ、どこに行ったんだよ麦。開いてる。なんだ、あっちも。ちょっと待って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 。ドッキン言ったよ、ドッキン言ったよ。どこにいんの？中か。なんだあれ、これ取ろう。石か。うわ、なんかいっぱいいるな。うわあ！なに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 、あれ、なにあれ、めっちゃびっくりした。すーげーでけえ顔が。なんなんだあれ。うん、音楽室か。上に行けるか。消火器もあるけど。張り紙。チラシが貼ってある。うん。立ち入り禁止、屋上のフェンス工事中。屋上、行ける？開かないか。でもこい、主人公とかめちゃくちゃちっちゃいよね。このドアから感じると。いや、さっきのはやばいぜ。顔がでかすぎるね。よくよく見ると面白いかもしれないね。これ入れるのかな？いや、無理だろ、これ。石ゲットしたけど、この石使えんのかな？あ、よいしょ。これでおびき寄せる。はい。あ、関係ないかも。関係ない。いや、これバレてるな。こっちじゃないのか、じゃあ。え、どこ行けばいいんだ？うわぁ、なんかいる。いすぎじゃね？石を投げる。怖っ、声。声怖っ。声怖すぎなんだけど。走り抜けれる？うわー、走って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 くれ。やーべー、なんとか行けた。こっちで合ってんのかな。ちょっとあいつの声気持ち悪いんだけど。トイレ。ここに麦いるか？一番奥になんかある。あれ？ここにもノートの切れ端が落ちてる。なんだ？なんか出てくんなよ。普通に怖え、このゲーム。読んでみよう。七不思議の話。みんなすごく興味あるみたい。早く次を聞かせて。今日は四つ目を教えてあげる。真夜中の美術室で、絵画や銅像が動き出して部屋に閉じ込められるらしいよ。どうすれば助かるの？奴ら光に弱いらしい。もし夜の美術室に行くんだったら懐中電灯を持っていくんだ。
美術室の怖い噂だ。麦、美術室に入ったりしてないかな。美術室に行けってことだね。早く見つけ！何？ライトが消えちゃった？懐中電灯をつけなきゃ。あっ！なんで？なんでそんな血まみれなの？女の子の日？今日男の子の日だっけ？今日男の子の日だったわ。美術室に目指すんだね。オッケー。美術室ね。美術室ってどこだっけ？あったっけ？マップ見てみようか。なんで？あんたら4つもあった。在庫めっちゃあるんやね。目つむるか、これ。目つむる。近づいてくるか。ガチャガチャ言うだけで動かないな。ねえ、通してくんない？あ、通れた。見てなかったからちょっと動いてたんだな。うわあ、骸骨もいる。ふわ、通り抜けろ。いけたダメだった。石だろうな、これ多分石使えば切り抜けられるのかもしれない。次は石使ってみようか。来てる来てる来てる。確実に今動いてたよね。危なかった今。こいつ、こっちだ。いやーいやいやいや、走って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 、危ない。危ない。めっちゃ危なかった。石全く関係ないじゃん。教室、この階には美術室はないんだね。下行こう。うわ、普通に出てくんな。もうやっぱ3人で行動した方がいいよ。美術室、空き教室、渡り廊下、南2階へ行けます。もう一個下かな。下行ってみよう。音が怖い。あ、麦、麦、遊んどばいちゃうねんで。あ、行っちゃダメ。追いかけなきゃ。待ってよ、飼い主がこんな痛い目見てんのに。怖っ。なん、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 なんや、あいつ羽生えとる。この教室入ってみるか。うわ、いるな、あいつ。ダメ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 。行かない行かない行かない。体力温存しよう。あーあーわーおファンタスティックバイバイ。やー意味わからん。意味わからん。よくよく見るとやっぱ面白いな、あいつ。なんか顔が。やっぱ石重要なんだろうな。結構手に入るから。あれ？銅像か。これ光当てなきゃダメなんだよね。変わんないわ。麦？どこにいるの？麦？なんでこんなに銅像あんだよ。しかも全部同じ銅像。モナリザもいるけど。ノートの切れ端。読んでみます。うわ、これ。読んでたらバンみたいなやめてね。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、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 ごめんなさい。お帰りください、お帰りください。うわ、ちょ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 
くりした。なんでしまったん？一体何が起きてるんだろう。はい。麦。いい加減怒るで。麦。麦を追わなきゃ。え、どうやって追うの？よいしょ。こっから行こうよ。ダメなの？こっから行けないんすか？ダメか。2階かな、多分。2階まで行こう。これまた行き品なんかあるだろう。やだよ。また翼生えた赤ちゃんいるだろう。翼生、あ、いない。いや、声が怖えな、マジでこのゲーム。音が重要って意味が分かったよ。マジで怖え。しかもイヤホンしてるから余計怖え。こっちかな。右側にいたから。麦、いかへんさ。電話鳴ってる。職員室かな。近い近い近い。ここか？生徒会室。あだ、やだ、待って、怖い。なんかいた。ないにゃん。なんや、電話ないし、ただ驚かされただけやった。ねえ、これ、なんかある。あれ？なんか、どっか調べられそうだったけど。気のせいか。あれ？でも、ハテナがあると、近くに、なんか調べることができるんだよね。窓際行ってみるか。いや、怖すぎ。今の見て窓際に行ける主人公やばいんだけど。なんか、どっか調べられそうなんだけどなぁ。よいしょ。うわぁ、もう、いい声から出てきてや。もう、やだよ。あいつら呼びに行こうよ。あ、ここでもないの？もう一個上か？まさか屋上じゃないだろうな。屋上かもしれない。もう、麦。あいやいやあーやだーもうやだーもうやだー来んじゃねーよ。ああ、びっくりした。あいつが一番びっくりする。麦！逃げて！もう、ああ、やだ。もう汗だくなんだけど、俺。めっちゃ汗かいてる。麦、待ってよ。今日寒いんだけどな。めっちゃ汗だくなんだけど、マジで。手汗やべえ。手汗マジでやばいぞ。料理できそうなぐらい汗かいてるわ。麦、行っちゃダメだよ。もう、あいつなんだよ。猫にすら怒りを覚えてくるよ。麦、死ぬなよ、お前。死んで終わりとかだったら俺嫌だからな。やっぱ屋上か。屋上だな、絶対。チラシが貼ってある。立ち入り禁止。うん。開かないか。鍵が開いてる？うわ、屋上に出る。うわぁ、選択肢？出よう。屋上ってこんな感じなのかな？俺学校の屋上って行ったことないんだよね。あ、綺麗な街並み。結構都会だね。右かな。麦、こっちに行ったのか。でも扉なんか開けら、え、人間なのか幽霊なのか分かんない。え、人、待って待って、なんでこんなとこに飛び込むなよ。ん？生きてる人っぽいぞ。声をかける。声をかけない。なんか、あ、え、待って。
声かけないよ、もうそんなんだったら。なんか映像が乱れてる。待って、映像めちゃくちゃぶ、なんで待って、怖い。まぶたの裏で君が死ぬ。夜回り3/2022年4月21日発売。日本一ソフトウェアさん、怖いよ。めっちゃ怖いけど面白い。めちゃくちゃ面白い。てか映像バグったのマジでビビったんだけど。はい、ということで体験版これにて終了になりました。めちゃくちゃ本編やりたいんだけど。てかさ、あの飛び降りた子ってさ、主人公じゃないの？違うのかな。なんかね、この体験版はね、なんか本編とは関係がないらしいんだよね、多分ね。確かね、うん、俺の見た情報だと確かそうだった気がする。だからあの子がなぜ自殺するまでに至ったかみたいなのが夜回り3の話なんじゃないかな。はい。ということでね、本編も、実況が OK って公式さんが出たならばやりたいと思いますので、楽しみに待っていただければと思います。ということで、ここまで見ていただいた方本当にありがとうございました。皆様の鼓膜大丈夫ですか？俺の叫び声で潰れてないですか？ありがとうございました。こちら体験版、出ているので皆さんもやってみてはどうでしょうか。ということで、ありがとうございました。また別の動画でお会いできればと思います。早くやりてー。